みなさん、こんにちは。今回は、AO 推薦入試面接対策。面接の見た目について、学んでいきたいと思います。あなたは、メラビアンの法則をご存知でしょうか。これは、どのような法則かというと。相手に与える影響について。話の内容が7、七パーセント。見た目、話し方が93、九十三パーセントも。 相手に影響を与えているという法則なんですここで何が言いたいかというと面接において見た目や話し方こういったことは非常に重要であるということが言いたいんですねそこで面接において自分がどのように映っているのか見た目をチェックしておくことが大切なんです では、その見た目のチェック、どのようにすればいいんでしょうか。ここで大活躍するのがスマホです。皆さん、スマホ、よく持っていると思うんですけれども、このスマホがですね、模擬面接で大いに活躍してくれるんです。実際に模擬面接を行っている様子を撮影して、後でそれを見直すんですね。そうすると、あ自分は意外に早口だなとか、 声が小さいなとかちょっと挙動不審だなといったような自分では今まで気づかなかったこと盲点が見えてくるんですね。特に見た目で気をつけていただきたいことそれは清潔感ががあるとというここでですすれが非常に大事なんですね服装の基本についてなんですけれども現役生の場合は制服。 基礎生の場合はスーツで臨んでください。清潔感を出すためにも入試直前は次の点に注意をしてください。一つ目、服は必ずクリーニングに出しておいてください。二つ目、靴はよく磨いておいてください。汚れが上がると目立ってしまいます。三つ目、 髪は短く切っておいてください女子生徒の場合は髪を縛って顔を出すように心がけてください4つ目不必要な装飾は外しておいてください例えばピアスやキーホルダーなどです今回は面接における見た目についてお話ししてきました面接において見た目は非常に重要な要素になってきますので よく復習しておいてくださいそれではまた次回お会いしましょう